でもワイドローラーには塗りがあるから。あ、やられた、まずい。35効いてるぞ。いいぞいいぞいいぞ。あ、助けて。よしよしよし、僕のキリです。よーし、いいぞ。で、今のうちに塗りを作ろう。そう、ワイドローラー塗るの早いです。あー、すぐやられます。はい、どうも皆さん、こんにちは。ムーポンです。スプラトゥーン3。今回はね、そう。なんか一緒に強化が来た。そう、まさかのね、そう、メインウェポンの強化が来たワイドローラーなんですけど。そう、遠くからパシャってしても、なんか確定で35ダメージ入るので、何?当たれば3回で倒せますよと、なんか、ちらほら隙間があって当たんないな、みたいな、そういう感じがあったんですけど、まあね、あ、これあれなんですね、高さがあっても、別に局所判定ならずに35入んねや、すごい。あ、なんか、すごいかもしれない。まあ、多分関係ないけどな。倒せないことにほとんど変わりはないので、多分関係ないような予感はするんですけど、今回はね、そう、でもそっか、なんかね、そう、こういうペチみたいな、なんか横でチラってついでに当たった分でも35入るのは、確かにね、なんか、本戦の中、ワイドローラーがペチペチしてるのね、なんかいっぱい持ってかれそうでちょっと怖いな、みたいな。やっぱり関係あったかもしれないみたいな、そういうところはあるんですけど、今回はね、そう、ワイドローラーでね、そういつもの回です。っていうところで、よろしくお願いします。さあ、やっていきましょう。縄張りバトル、なめろう金属。ここはあれですね、上からバシャバシャする瞬間とか、下からバシャバシャする瞬間がちらほらありそうなんで、どうなんだろうね、減衰しない35ダメージをね、ちょっとお見舞いしたいな、みたいな、そういうところはあるんですけど、とりあえず、どうしようかな。これあれですよね、なんか感覚的には、ワイドローラーって塗ってきてくれよっていう。みんなそう思ってそうみたいな、そういうところはあるんですけど、ちょっと待って、頑張れ、ジムワイパー。ジムワイパーの足場を作る。バケツがさ、まず、うわ、ちょ、帰ってった。なんだあれ。そう、帰ってきた。帰ってった。わかんない。助けて、助けて。あー。ちょっともう相手のショックワンダーがさ、激しすぎてさ、ちょっともうワイドローラーが、ワイドローラーがというかね、もうマイクにぶつかっちゃったんですけど、ジムワイパーがずっと生き残って、めちゃめちゃ頑張ってくれてるんだよな。なんか、助太刀来たかなと思ったらいなくなったんだけど、まあええわ、みたいな。なんか、もともといないものとするみたいな、なんか、そんぐらいの扱いレベルなね、予感がちょっとね、せんでもないんですけど、ちょっと、行こうぜ。待って、ビームつらい。で、バケツがバシャバシャいなくなった。ちょっと待って、弓がさ、ウルトラショットまず。食べよう。あの、うわー、つまくられた。許して。キュイーン、ビーン。ちょっと待って。危ないです。ボム辛いです。なんならそのボム取って欲しかったまである。あーず、許して。そう、どうしたらいいこれ。ここのステージさ、結構抜けれないからどうしたらいいんだろうってなる。ちょっと待って、バケツがさ、来てるんです。助けて。バケツがそこにいます。倒してる。ナイス。ちょっと待って。キュイこれ地面についた何か残ってるやつって吸えるんかな。その辺試したかったが、ちょっと飛びましょうか。飛びます。ワイドローラーが来たぞ。来たから何かは分かんない。まずいです。やばい。あー、いや、普通に段差バケツ強い。あー、触腕が生き生きして入ってきてるが、これ大丈夫か。バケツ飛んでった。でもワイドローラーには塗りがあるから。ほんと?あ、やられた、まずい。
35効いてるぞ。いいぞいいぞいいぞ。ちょっと待って、弓強い。誰かに35入った。あっちにバケツがいるらしいです。そこのバケツが、うわーうまい。ちょしっかりしっかり今立ち位置ずらしながらね、ちょっとバシャバシャされたんですが、ここ飛びましょうか。飛びます。飛びました。飛びました。飛びました。なんかあれですね、なんかワイドローラーだなみたいな。いやちょっとね、弓どうしてんのみたいな。いやそうなんだよね、弓とねビームどうすんのみたいな、そんな感じだったんですけど、どうしたらよかったんだろうね。いつも通りでしたね。いやただなんか上からバシャバシャしてなんか倒したぞみたいな瞬間はあったので、ちょっと強化効いてるかもしれない。さあやっていきましょう、縄張りバトル。この武器のサブなんだっけ。さっき一回も使わなかったんですけど、ちょっとね、そうバシャバシャしていきましょうか。とりあえずそうワイドローラーでしょ。ワイドローラー塗り強いんですよ。ワイドローラー塗り強い知ってる。なんですが、ね、もうほっとくと大変なことになるぞみたいな、そういうところをねちょっと押し付けていきたいなみたいなところがあるので、倒してる。ナイス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 、倒してる。ナイス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 。僕のキルです。関係ない。あー。なんなら僕だけやられた。秒で溶けたんですけど、いけいけいけ、いいぞいいぞいいぞ。どうだ、さすがにでもそのタンクは厳しいか。そう、ワイドローラー君塗ってきてよってなりそうなんで、ちょっと塗ります。塗りました。ここって塗れんの？あ、塗れる。へえ、やるじゃん。やるじゃんってなんだみたいな。あ、危ないです。いってるいってる。さあ相手も爆風強いからさ、ちょ怖いんだよな。出てた出てた出てた。やったぜ、なんか倒した。これ35ダメージ効いてんじゃない？本当？けどうだ。いや、ジュジュジュ、僕のキルです。キーよーし、いいぞ。で今のうちに塗りを作ろう。そうワイドローラー塗るの早いです。あー、すぐやられます。ちょっとさ、ブラスターどうしたらいいんだろうね。ちょ無視するわけにもいかへんし、ここ飛んでよかった。飛びました。なんかドリンクくれました。やられそうです。下がります。許して。あ、なんか倒した。そう、僕のキルです。ワイドローラー塗り強いです。この辺バシャバシャします。もうすぐ吸引機溜まります。溜まりません。溜まりません。溜まりません。意外と溜まんない。さてさっきから緑ばっかり塗ってんのか。でブラスターが来てる。相手インクに引っ、うわあ、でも味方が倒してくれるので僕のキルです。そうリベンジついてるからね。そう何？リベンジついてるからどうしたらいいんだろうねこの武器。リベンジしない。リベンジしないけど、うわあ、タンクなの今の。ブラスターですね。相変わらずブラスターにやられてるが、いやちょっと待てよ。こっちから、そう。あー、見えてるブラスター。待って、ブラスターそっち行った。縦振り長いぞ。あー、すごいことになってる。そう、横振り広い。横振り広いです。横振り広いです。ドラの人やられた。そう、バシャ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 。なんかいる。やった、なんか知らんけど倒した。私塗り早いです。塗り早いです。あー、一撃でやられます。相変わらずだが、いやどうだ、最後そう塗りで塗りでなんとか頑張ったんですが、ちょっとね、相変わらずワイドローラーいない時間長いなみたいな。ちょっと、いやどうなんだろうね、ちょっとね、うまく抜けれなかったね。ちょっとここは完封されましたね。皆さんありがとうございました。さあやっていきましょう、縄張りバトル、ザトウマーケット。ここはでもあれですね、なんか何、なめろうよりはまだ抜ける余地がある分塗りやすいのかなみたいな。ただちょっとね、相手怖いですね。のでどうしようかな。とりあえずここだけ綺麗に塗ろう。よし、綺麗に塗りました。でジームワイパーの方がデュアーで塗りつつ前進んでくれてる。
と、もう戦闘が始まってる。あーっとジムワイパーの方がそう誰かと衝突してやられてしまったが、キュイキュイ、あーボム吸えなかった。ボム吸った、そう、その辺はふわふわしてるが、そもそもボム吸ってあの細道でビーム浴びるとやばいなみたいな。あ、パブロがさ、そういう塗り関係なくさ走り回るのズルいや、ズルと言われてもそういう武器なんだと言われるとね、ちょっとそこまでなんですけど、ただね、そう、僕パブロの動き見えるんですよ。いや、リベンジがある、リベンジがある。待って、今35ダメージ入ってます。あの人もうでも回復されてそうです。35ダメージばらまきます。35ダメージ入ってます。いけ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 、待って、助けて助けて、誰か助けて、待って、誰か助けてね、いけー待って、トルネードがこれ引いたダメージ入ってた、あの人パブロ計らずしてリベンジした待って待って、そこを取られるのつらいな。待って、縦振り長いです、縦振り長いです。そう、まずまず、うおー、空にウルトラショットが飛んできた。転がりの谷がいる、縦振り長いぞ。誰かが倒してくれた。そこに何かがいるのと、そこに何かがいる待って、うわあ、吸えなかった。今トルネードとかね、ちょっとまとめて吸いたいなと思ったんですけど、トルネードって吸えんの、そもそもその辺は知らない、その辺は知らないんですが、そう、プチった、何かがプチった、やったで僕のキルです。待って、そこの上なんかいる、分からん、いない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 、ちょっと待って、いやー許して、そう、リベンジのリベンジがされちゃう。生きてる生きてる、私塗り早いです。9匹溜まりました、9匹溜まったけど1人しかいないです。助けて助けて、キュイ、あっしゃー、許して許して、コロコロ早いです、コロコロ早いです、たーいけ、誰か後ろ取ってる、どうだ、ここ飛びます、飛びました。だー、なんかとパブロがさ、ピッピッピッ、リベンジ、なんかでも普通にやられたただあのパブロは帰ってこない、帰ってきてるわあれ、パブロにやられなかったっけ、パブロにはやられてないわ。リベンジのリベンジと思ったけど、リベンジのリベンジのリベンジをしたと思ったけど、そうだ、何にやられたんだっけさっきちょ、もうぐちゃぐちゃすぎてわかんないっていうかね、そう、結構今回やられずに塗ってたなみたいなそう、いつもだったらね、あの、もうみんなにリベンジついてますみたいな、そういう感じなんですけど、なんか確かにキル力上がってリベンジ解除されてる気がしますねさあやっていきましょう、縄張りバトルザトーマーケット。ね、そう、リベンジがね、そう、計らずして発動するので、ちょっとこれ重くない大丈夫か。そう、流れ玉でね、なんか相手倒れる瞬間がね、ちらほらあってね、なんか強化されたと思うじゃないですか、強化されたと思うじゃないですか、リベンジでね、相手の動き見ながらね、そういないところを塗っていくね、ワイドローラーにとってはね、リベンジ消えるので弱体化かもしれないそんなことある、待って、大丈夫か味方、あーちょっと待って、射程が光った、射程が光ったってなんだ、もうなんか、なんなら3人ぐらいいたし、あれはせめてなんか吸引で突っ込むなりなんなりすべきやったなみたいな、そういうところはあるんですけど、一番怖いスクスロの場所がね見えてます。でもナイス玉でそもそも見えてますみたいなところがあるんですけど、っていうかスクスロどうなん、なんか弱体化入ったんだよね。待って、そのハンコを吸引で守、ちょっと待って、まあ死んだ、キュイー、あはそう、リベンジがついてるけど、同じ人にやられるとリベンジがね発動しないのでそう、また吸引機貯めていくか、吸引機貯めていく、吸引機を待って、なんか塗れなかったそう、塗るの下手相変わらずこいつのワイドローラー塗るの下手やなみたいな、そういうところなんですけど、待って、あっち吸引機してる、怖い、キュイーがあっち飛んでった、目覚ましてる、ここ塗ります、塗り強いです、私塗り強いです、ちょっと待って、お
炭酸ボム飛んできた。やられた。まずい。これどうしたらいい？ワイドローラーにやられた。ただ、スクスロ以外にやられたんで、ワイドローラーの場所も見えるようになったぞ。あ、見えるぞ。そこの裏にいるぞ。ちょっと待って。見えるけど。待って、あっち行きましたね。ということは、この辺は安全なので、スクスロとワイドローラーがあっちにいるので、この辺安全。味方が倒してくれる。ナイス。ちょっと待って、そこに飛んでるということは、そこにリッターまだいるよな。リッターいますね。そのシールド強いな。ワイドローラー妙に強いんです。待って。吸引が溜まったけどさ。キュイーン！やったぜ。関係ない人倒した。関係ない人ではないんだけど。そう、なんならリッターの方が塗り強いまである。待って。車線がこっち見える。車線がこっち見える。でも、リベンジの人まだ倒してないので、待って。おー、リッター出てきた。よし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 。待って、選択無理。ちょっと、許して、シールド置きました。あー、また選択にやられた。あー、選択が生き生きしてる。頼む、ワイパー。どうだ？倒してるか。ナイス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 。ここ飛びます。飛びました。私塗り強いです。私塗り強いはずです。コロコロ、コロコロ、コロコロワイドローラー。いけ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 どうなん？なんならバシャバシャの方が塗り早いんかな。ちょっとその辺ふわふわしてるが、でもなんか勝ったぞ。やったぜ。何？リベンジ発動して怖い人、そう、選択怖いなーで、リベンジ発動して、選択の場所だけバレてて、あと関係ない人だけ倒したので、リベンジ残ってみたいな、なんかそんな感じでね、なんか動きやすかった。皆さんありがとうございました。さあやっていきましょう、縄張りバトル、ナメロ金属。今度は、さっきのリッターの方、味方のリッターの方だけ残ったんですけど、また別のリッターの方が来てくれて、相手もチャージャーがいっぱいいる。これちょっとさ、ここ飛んじゃったけど、台の上、ワイドローラー塗った方が良かったな、なんなら。ね、なんか他の人にそこの塗り任せちゃいましたけど、ワイドローラー塗ってくれへんのみたいな。なんならね、そこまであるみたいな、そういう感じなんですけど、ちょっと待って。あー、やられた。まずい。まずい。吸引は溜まった。吸引は溜まりました。それさ、ロボも吸引で吸った方が良かった。あ、ちょ、なんか吸った。キュイーいけー。まずい。ダイナモがさ、本家ダイナモいる。こっち行ってんぞ。よし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 、いいぞ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 。で、ちょっとまずい。やられた。こんにちは。引きたいです。あなたのこと引きたいです。うわぁ、いや、どうなんそれ。いや、なんか、あれって引きに来てるやつって、吸引で滑るんですか。そもそもその辺のね、ルール分かってないみたいな、そういうところなんですけど、ちょっと待って、そこのダイナモ強いです。30ダメージ入ってました。35入りました。まず、相手の塗りが多いよ。許して、許して、私も塗り強いです。そこのスプリンクラー強い。そこのスプリンクラー強いよ。ロボムつらいです。ちょっと待って。ダイナも怖いです。ただ、じわじわ相手下がってるから、ちょっとまずい。ビームは遊べない。ちょっと、もう体力がね、なかったんで、吸っちゃおうかなと思ったんですけど、ビーム吸えなかった。で、待って、ただ、竹の方とダイナモの方は帰っていったので、竹は普通にジャンプで帰ってきた。竹が見えますね。竹そっちにいるね。竹とさ、地上戦するのちょっと無理なんで、そう。まずいです。普通の本家本元ダイナモは無理。逆にさ、これでいける相手誰なんみたいな。待って。キュ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 イーン、いけー。キュイーンして、シールド。
あーリベンジした竹、あな3人倒れてんぞ、いいぞ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 、3人倒れてるし竹はまだ帰ってこない、あれ竹は帰ってこない、ん今何にやられたまちょっとなんか画面ちゃわー、えなんか普通に今なんか適当なこと言って構えてるチャージャー見えたけどみたいなそうあったんですが、どうなんだろうねちょっとあれですね、なめろう金属のワイドローラーきついきつい、いやそうなんだよね、ここをちょっとね、何なんか抜けようと思っても網の上抜けていかないといけないので、ちょっとかなりやっぱきついなみたいなそういうところはありましたが、皆さんありがとうございました。さあといったところでね、ちょっと何最初試合チャージャーが多すぎて、なんか負けたところに映ってた味方のチャージャー見てあれみたいな、なんか謎の錯覚を起こしてたんですけどスプラトゥーンやったことない人かなみたいななんかそういうちょっと錯覚を起こしちゃったんですけど、どうなんだろうね、ちょっとステージによるのかな、ちょっとね、いやどうなん、でも多分ね、何威力が上がってなかったらナメロー金属今までのワイドローラー多分もっときつかったんすよ35ダメージに上がった結果ああなったみたいな、うん、それで言うと、うん、まあ、強化なのかなまあ戦法的にはいつも通りだったなみたいな相変わらずなんかリベンジでちょっとね、もう逃げ回りながら時々キュイーって言ってたみたいなそんな感じではあるんですけど、どうなんだろうね、ワイドローラー難しいね、シールドと吸引機っていうのがまた難しいですよねなんかどっちも単体では難しいサブスペみたいな、で何キル取れないメインみたいなね、そういうところなんでちょっとねむずいよなみたいな、ただシンプルに乗り強いので楽しいですみたいなだったらいいかみたいなそういうところはあるんですけど、まあ、今回はね、そう何なんか突然メインがね強化されたワイドローラーをね使ってやっていきましたが、どうなんだろうね、この35によるキルが増えてたかどうかはね、わかんない、要検証みたいなあ、まあどうなんだろうね、チャージャーが多いステージ構成とかやと、そもそも何なんか手負いの敵がいないので、流れ玉で35で倒せるみたいなね瞬間がちょっとね少ないのかなみたいなところで、ちょっとステージとか構成を選ぶねあ、そうなんだよね、サポートによってる武器はどうしてもそういうところがあるなみたいな、そういうところはあるんですけど、またね、そう次回もいろんな武器使ってねやっていければなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。